で翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。あのね、翼くんね、おー、びっくりした。はい、牛丼太郎って知ってます？吉野家とかじゃなくて牛丼太郎太郎だよ、太郎。いや、知らない。スタミナ太郎しか知らない。え、系列とかですか？いや、これね、まあ、そうですね、まあ、前で言えばもう吉野家、はい、松屋、はい、牛丼太郎ぐらいいや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 、本当に？いや、本当そこに今がすき家が入ってきたってことで、いやいや、どういうことだ。中尾とかね、はい、僕の中ではもう吉野家牛丼太郎2番手。そうで、まあ牛丼太郎っていうところがあったんですよ、はい、で、今ちょっとね、調べたら、うん、1点だけしかない。日本全国明賀谷に1点ある。牛丼太郎、それも、うん、多分ね、買収されてるんですね。え、じゃあもう傘下に下っちゃってる。名前がドン太郎に変わってて、ほう、で、まあ一応その店舗の写真が出るんだけど、牛ドン太郎の牛を強引に取ってドン太郎になってる牛の跡あるんですね。ここキュッとね、はいはいはい、はい、そうそうそう、ほんでやってる。だからメニュー全く一緒、その牛丼太郎の、ほう、で、言ってね、松屋あるでしょ、5丁目の店。はい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 、あの横に今ファミリーマートがあるんだけど、はい、あります。あそこ牛丼太郎です。そう、じゃあいつの話ですか。これね、14、5年前ぐらい。じゃあまあそんなめっちゃ昔とかじゃない。で、僕がまあ本当によく話に出てくる橋の近くに住んでた時にもう僕はもう本当にマックか牛丼太郎主食。松屋じゃないよ。すごいですね、牛丼太郎。松屋と牛丼太郎並んでんだから、すごいでしょこれ。でも松屋と牛丼太郎があってどっちに入るって。牛丼太郎ってそんなすごい信頼ですね。そうで、これね、大久保にも前あって、ここはね、立ち食いだけのお店だったんですね。牛丼太郎、牛丼太郎、あのロッテリアが今あるところですよ、先頭でした。ああ、はあはあ、まあそこにあったとか。他ではまあ知らないけど、大体この2店舗で僕はいつも5丁目店行ってたんだけど、牛丼太郎、これ牛丼太郎ね、そうですね、まあ当時で言うと、まあ限りなく吉野家に近いじゃあ吉野家でいいじゃん。ないんですよ、この辺り吉野家、ね、吉野家がないから。そう、やっぱり牛丼っていうと吉野家をイメージする。まあまあそうですね、元祖で、当時はね、はい、今でこそ松屋は、うん、まあ今の牛丼ですよ、はいはいはい、プレミアム牛丼、はいはい、牛飯ですかね。当時はね、もう本当にちょっと肉がね、違ってたんですよ。まさに牛飯、うん、ね、今はプレミアム牛飯、はい、プレミアムになってます。当時ね、ちょっと松屋だけね、肉の感じが違う。それ悪い意味で、いや、まあ松屋オリジナルと思えばいいんです。ああ、なるほどなるほど、はいはい。だからやっぱり吉野家をイメージして牛丼って考えちゃうから、近いというと牛丼太郎だ。で、牛丼太郎はね、はい、これ何がいい？で、僕牛丼太郎って牛丼食ったことないんですよ。あ、違うんだ。俺ずっとそれ聞きたかったけど。僕が絶対に食べる牛丼太郎のメニューは、はい、トクトクセットです。そのまずトクトクセットが何かわからない。トクトクセットってこれすごいセットで。じゃあ何ですかそれは？ワンコインですよ、500円。お、安い。で、うん、ご飯、はい、お米、大盛りですよ。あ、いいですね。牛皿、2倍です。お、2倍？お、すごい。そこに生卵、味噌汁、サラダですよ。で、500円。これで500円。はあ、それはいいっすね。これ独特でしょ、ね、確かに独特だ。独特だいたいお客さんみんなそれ食べてる。独特セットだけど、僕ねちょっと考えたことあって、はい、いっつも食べてもあんまり腹いっぱいにならないね。独特セットなのに、独特セットこれね、よくよく見て、はい、これご飯並盛りじゃねって思うぐらいの量なんですよ。あ、そんなに多くない。そもそも普通を知らないんで。まあずっと大盛りを頼んでるんですもんね。牛皿2倍ってなってるけど普通じゃねって思って冷静に。そもそも普通盛りを知らないんで。はい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 、はい、だけどまあ独特性って言うから絶対それを頼むんですよね。やっぱり一応ね、牛丼、はい、牛皿並とかご飯並とか書いてあって値段が書いてあるんだけども、うん、やっぱりそういうのを計算しても独特なんですよ。独特なの。頼むよりはやっぱりそれが一番だけど、やっぱりもうね、なくなる最後までこれ本当に大盛りなんだなっていう疑問にいつも掛かれる。頭にずっとここにあったんだ。そうで、松屋とかで大盛り食べるとやっぱ満腹になるんだね。あ、大盛りだって感じ。太郎で独特セット食べても満腹にならないんですよ。独特セットなの なのに味噌汁と卵がついて。そう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 、はいはいはい、で、ここ面白いのはね、納豆丼っていうのがあって。おお。で、納豆、まあ要するにご飯丼にご飯のその上に納豆って。まあそのまま、はい、もうね、ちゃんとね、だしっとなんか味付けしてあるんですよ、納豆に。納豆にドロドロの納豆がドンって入れられる。はい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 、まあ、こんなのもあったんですよね。美味しそう、はい、うん、まあそういうんで、まあ本当にね、ご飯がね、くっせーの、それでいや、なんかずっと褒めてくるのかと思ったんですけど。そう、だからやっぱり、あ、牛丼のためにあるご飯だなってそのままいっちゃいけない。だから結局、牛皿セパレートで頼んでるから最終つゆかけんですよね。じゃないと食えねえ。食えたもんじゃねえ。食えねえ。くっせえ。そう、はい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 、くっせえよ。だけど、やっぱね、今すごい食べたい、独特せん。ちょっと、翼くんとこの茗荷谷に。いや、遠いわ。でね、独特せんとこの牛の牛を取った、ドン太郎って。独特
特セット、ね、いや食べますか。ちょっと写真これね今いろいろ多分おそらくあると思うんで、トクトクセット食べ、多分これね、でも本当スレッドが立ってたぐらいだよ、2ちゃんにね、だからやっぱ一定のファンはいるんですよ。あ、そうなの。牛丼太郎、どんつやの隣にあって撤退した牛丼太郎あ、もうそこの店のことを言ってる人がいるんですか。いや、そうじゃないですよ、牛丼太郎全体で言ってんだけど、そもそもやっぱ数が少ないんで、松屋とか吉野家に比べるとね。だからやっぱり西新宿5丁目店で言うと、あ、知ってるっていう人がやっぱ どこの店舗も知ってるぐらいの、はい、それで牛丼太郎か。そうそう、ほう、でもね、松屋ができるより多分先にあったと思うんですよ、牛丼太郎。負けたんだ。じゃあそうだから、もう深夜まで結構広くて店内、もうあんまり抱えてるの見たことないんだけど、まあでもなんか深夜にね、タクシーの運転手が食べてたりとか、あ、そういう、まあそういうのもあって、大体みんな特特セットですからこれね、500円だからね。まあね、いくら足りないで、サラダ、味噌汁、卵ですよ、ここまでくっついてくるんだから。牛丼のフルセットと変わんないでしょ、なんだね。でも量が少ない、そうっていう気がするんだよ、ね、はいはい、ちょっとそれ検証したいですね。大盛りと2倍の肉と、僕が大盛りないし、波を多分これを感じてた人ってすごくいると思うんだけど、でもやっぱり牛丼太郎ファンはね、妥協するんでしょうね、そこはね。500円だし、これ本当に独特って思うみんな食べながら、だからもうトクトクセットと牛皿並みとか頼むと、あ、ちょうど差がね分かるんじゃないかなと思うんだけど、検証ちょっとしてみたいです ねやるならば。まあでもね、今1店舗しかないんで、そう、岡田まで行きます。まあちょっと今、僕が大好きだった牛丼太郎のお話をねしてみました。はい、1ミリも響きませんでした、はい、これは。はい、どうも、あざしな翼チャンネル、チャンネル登録してくれよ、な、な、チャンネル登録してくれよ、な、な。